皆さんこんにちは、なるほどおてんです。今日も萌えの麻雀で遊んでいきます。さあ、まずはボックスガチャチケットいただいたので、1回ガチャ回しましょう。お、3周年記念ログインボーナスで、さらにボックスガチャ。これいつまでですかね。7月31日までですか。今8月2日なんですけど、なんででしょうね。さあ、第159回ことみちゃんですね。いいですね。まだ私はそこまで行けてませんけど。では、全部受け取って、さあ、今あれですからね、スマホ、新型スマホにちょっとお取り寄せ中なんですけど、こちらの燃える麻雀さんもあれですね、データ引き継がないといけないから、さっきホーム画面見たら一応データ引き継ぎってありましたね、ボタンが右上の方に。ちゃんと引き継げるかですよ、心配ですけど。大体あれなんですよね、引き継ぐときになんかメールアドレスとか入れてですね、さらにあれですよね、パスワード入れてくださいとかですね、ありますよね。え、パスワードみたいな、もう覚えてないよみたいなこと皆さんもよくあると思いますけど、そういう時にあるんですよね。パスワード忘れた方はこちらみたいなですね、ボタンがあって、お、こちらの方私持ってますね。美咲ちゃんですか。で、こちらボタンを押すとですね、なんかこの前なんかすごかったんですよね。何でしたっけ、どのアプリか忘れましたけど、メールアドレスと確認コードを入れてくださいと。確認コードみたいな感じですよ。パスワードわからなくて、それを調べようと思ったら、この確認コードを入れてくださいって言われてですね、確認コードも当然わからないんですけど、そう、困りましたみたいな。いやー、困りますよ。さあ、茨城県、ウリボさんの茨城県ですか、花江ちゃんですね。これ漢字なんて読みするんですかね。あ、わからないですね、読み方。そうとかですかね。さあ、では行きましょう。いやー、久々の麻雀ですね。おっと、スキルが、もう強いけど。どれで揃えますか。じゃあ、マンズで揃えましょうか。4,5,6,6,7,8 だから、なんか初が来ればリーチですか。さあ、今のところあれですからね、このスキル使ったらかなり勝率アップしてますからね。悩ますね。まず上がりますか。ちょっと引きがあまり良くないときは泣いてからですよ。初で負けますか。わお、チュンツバメちゃん、ツバメちゃんじゃない、スズメちゃんです。なかなか出ないですか。持ってるんですかね、もしかして。ハクは大丈夫ですね、捨ててますね。お、来ました。まあ、あまり高くはないですよ、役は。さあ、4800ということで、本一のみですね。この程度の傷、なんともないぜ。さあ、あれ何でしたっけ、さらしでしたっけ、さらしを巻くということで。いや、私見たことないんですけどね、さらし巻いてる方、ご覧になれたことありますか、皆さん。いや、まずないでしょ、多分。そんなシチュエーション、どんなシチュエーションで晒し巻いてるんだみたいな、なんかそんなシチュエーションにならないと思うんですけど。6567でしょ。行かなくていいでしょ。また初で待ちますか。2連続初で待つことなんてそうそうないですけど。ああ、上がられちゃった。攻撃力が強すぎるからですね。どれぐらいダメージ、お、固まっちゃいましたか。あー、さらし巻いてない。ちょっと待って、うわー、一撃。
とこれは体力回復できませんかね、ま、完全に、あー厳しいですね。スキルがですね、あーそれでもいいですね。おお、あー悩みますね。あ、いいですか、もういいしましょう。お、すごい街の幅が広いですね。私の勝ちです。いや、さっきちょっとゲーム実況を取りしてて喉がですね、枯れてきて喉飴舐めてたんですけど、いいですよね、飴とか舐めると。最近なんか購入したので、タブレットタイプのレモンタイプのですね、なんていうんですかね、ちょっと名前忘れましたけど、それがものすごく美味しかったんですよね。結構一粒が大きくてですね、ちゃんとレモンですよ、やっぱ夏はですよね。あ、チーしない、チーしないと。お、もうリーチですか。リーチ早いんですけどね、役がすごい一撃。クラウドが乗って、おお乗りましたね。ドラさん、ドラだけで役を稼ぐんですね。ドラえもんさんとか。これドラえもんだ。この程度なら。さあでは行きましょう。おおすごいすごい。あーこれまたあれですね、短期マッチってことですか。じゃあ6で待ちますか。お、いいですね。まあ、ただ相手に上がられるだけでもうお一人終わっちゃうから。お、顔があれですね、への字、への口タイプっていうんですかね、へのへのもへじちゃんですかね。へのへのもへじって何でしたっけ、なんか歌でしたっけ。お、もうリーチ。あーまたなんかすごいところ待ちますね。あれ、追いかけるじゃないですよね、へのへのもへじって。へーのへーのもへじってなんか人の顔を描くやつですよね確か。いやー昔のなんか小学校とかで遊んでた頃とかなんか記憶がもう乏しくなってきましたね。わっ早い。お、こちらもリーチですけど、3ワンですか。そんなありがちなパターン。リーチってかけた瞬間ですね、あ、それドンみたいな。お友達と遊んでる時とかよくあるパターンでしたけど。お、エレメント補正素晴らしいですね。耐え切りましたか。あ、スタミナが足りない。スタミナ回復しましょう。できればパートナーの方どうにかして回復できませんかね。1000回復、いや1000でも十分いいですけどね。あ、そういうこと。13万あるから13万回復しないといけないってことですか。無理です。あ、使っちゃったアイテム。じゃあ戻しましょう。そっか、スキルが強い。染めて消えて何ですかね、スキル。何か染められるんですかね。すごい、なんか今日リーチは早いですね。さあ、妻。あ、役が。ダブルリーチとリーチ。お、あー、残ってる。染め足りなかったですね、染め小僧さん。いや、なんか美味しい、そう、さっきの続きですけど、美味しい飴とかなんかないですかね。さっきガムも結構食べますからね。うわ、これは、チートイツってことですか。そうですね、全部2個ずつですから。2個ずつだとなんか、ドンキャラ、ドンキャラも面白かった記憶あるんですけど、お、来ました。ありがとうございます。昔なんか、ドラえもんさんとかのドンジャラで遊んでましたね。ドンジャラってどんな役でしたっけ。
なんか同じの絵柄も集めていくようなイメージだけど。さあ、行きましたね。だったんですか。謎は解けましたね。そう、さらしはそういうことだったな。そういうためのさらしだったんですね。いやー、さらしですね。まあ、奈良くんにはちょっと関係ないさらしで、さらしでしたけど。さあ、それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。次回は埼玉県、クジライケイちゃんですかね、と再戦したいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。